Discover Made in Japan 始めます。 Discover Made in Japan は日本の高品質な商品をご紹介するチャンネルです。私はナビゲーターの夏美です。東京生まれのひろしが厳選した商品をご紹介します。本日ご紹介するのはメイクの上から使える目元美容液、ダーマライズアイスティックセラムになります。驚きの技術搭載です。目元にピンと張りが欲しい方はぜひ最後までご覧ください。最初にアイスティックセラムを作っているダンという会社について少しだけご紹介します。ダンは日本の会社です。テレビや雑誌に出るような有名な会社ではありません。ですが日本では有名な女優の方も愛用しているなど知る人ぞ知る高級化粧品メーカーです。ほとんどの商品がサロン限定商品のため当店では販売できません。メーカーにお願いして数点だけ当店で販売させてもらってます。本日はその中の貴重な一点ということですね。はい、そうです。ちなみに社長が面白い人なんですよ。美容オタクと言っていいほど化粧品作りにこだわりを持っている男性です。ちなみにオタク文化は日本発祥の言葉です。サブカルチャーの愛好者を指す言葉で1970年代に生まれました。ファン、マニアと同じ意味で使われることもあります。ダンの社長は効果があると認めたものしか世に出しません。高価な原料を配合したり先端技術を用いたり研究熱心な会社だなぁと感じます。そんなこともありお値段はちょっと高めになってしまうんですよね。ただその分効果は感じやすいんですよ。私はダンのダーマライズシリーズを何品か使用したことがあります。中でも本日ご紹介するアイスティックセラムは一番大好きな化粧品です。効果、使い勝手の良さ、価格とのバランス、どれをとってもリピートしたいと思わせる一品です。夏美さんのダーマライズベストコスメということで本日はアイスティックセラムを選びました。それでは早速アイスティックセラムの特徴を説明してください。アイスティックセラムには画期的な成分や処方がいろいろと詰め込まれています。いくつかご紹介します。乾燥による小じわ、効能評価試験済みです。この試験は日本工商品学会が行う試験です。第三者機関に委託し客観的に有効性を評価できます。ですので乾燥による小じわ効能評価試験済みの表示がある化粧品は信頼性が高いとされています。ウルトラバルーンテクノロジー、乾燥による小じわを防いでくれます。特殊製法で作られた水を含まないヒアルロン酸、こちらはドイツで開発された新技術です。この新成分をドイツから空輸して日本で初めて配合しました。そんな水を含まないヒアルロン酸が角質層に浸透します。そしてお肌から蒸発しようとする水分をキャッチして風船のように膨らみます。目元だけでなく口元や唇の乾燥小じわも目立たなくしてくれる画期的な技術です。またアイスティックセラムは高シワ効能評価試験をクリアしています。こちらも第三者機関による試験です。オイルプラセンタをはじめハリと潤いに導く美容成分を 15% 配合しています。プラセンタをオイル化する技術と 15% という高濃度で美容成分を配合する技術、これらはとても難しく50回以上試作を重ねたそうですよ。ちなみにプラセンタには国産天然鮭から抽出した海洋由来のマリンプラセンタを使用しています。苦労の末完成したのがアイスティックセラムということですね。はい、そうですね。妥協せずトライする姿勢が素晴らしいですよね。アイスティックセラムは
配合成分だけでなく使い心地も素晴らしいんですよ。小さなスティック状の美容液を乾燥が気になる部分にスーッとなじませます。するとピンとした張りを感じます。しっとりとした潤いも感じます。メイクの上から使ってもメイクが崩れないので、メイク直し用にもおすすめです。リップスティックのような形状なので、ポーチに入れてもかさばらない点もいいですよ。もちろん普段のスキンケアにもお使いください。その場合はスキンケアの一番最後に目元や口元の乾燥が気になる部分に塗布してください。注意事項をお願いします。傷、腫れ物、湿疹などの異常がある部位にはご使用にならないでください。直射日光、高温多湿を避けて保管してください。目に入らないようにご注意ください。本日はメイクの上から使える目元美容液ダーマライズアイスティックセラムをご紹介させていただきました。こちらの商品を販売しているネットショップを概要欄に記載しています。現在出荷は日本国内のみです。興味のある方は日本に来る機会がありましたらご購入してみてください。ディスカバーメイドインジャパンでは日本の高品質な商品を厳選してご紹介していますので、チャンネル登録をお願いします。ではまたね。